毎年出させていただいているこの二皿祭りメンバー楽しみに、今年もやってきました。チーム立ち上げて9年になるんですけども、振り返ると、まあ、いっぱい悩んでいっぱい泣いて、でもそれ以上に、楽しい時間を、充実した時間を仲間と一緒に、過ごすことができました。日頃の感謝の気持ちを、魂に込めてこのステージに全部置いていくつもりで踊りますんで、ぜひ目に焼き付いて いただけたらなと思います。それでは参りたいと思います。朝霞襲来歌劇団召喚。支えがあって9年間活動することができました。今までありがとうございました。
そしてありがとう、戻ってくるの待ってるからね。さあ、それ